透明フィルムで立体迷路に使う筒を作ってみました。透明フィルムはお花などを包む OPP フィルムです。玉の3倍ぐらいの直径の筒を用意して、それに OPP フィルムを巻きます。幅が決まったら OPP フィルムに線を引いていきます。油性マジックを使って、OPP フィルムの筒を物差し代わりに引いていくと、平行な線を引くことができます。マジックの色は1回ずつ変えましょう。線の真ん中を切っていきます。このフィルムを先ほどの筒に巻きます。両端に色がついているので、巻き始めと巻き終わりがはっきりとわかります。巻き終わりにセロテープを貼って仮止めします。最後にセロテープを長く切って、巻き終わりの線の上に貼り付けます。中の筒を抜き取ったら、一回り細い筒を差し込んで、少しずつ手前に引き寄せてシワを寄せていきます。今度は抜き取るためにこれを端に寄せていきます。この部分を握って少しずつ回しながら抜いていきます。フィルムを潰さないように筒の部分を握ってください。これで掃除機のホースのような筒が出来上がりました。自由に曲げたり伸ばしたりして立体迷路を作ってみましょう。